皆さんこんにちは、ジェイズホビーベースへようこそ。昨日8月12日にバンダイ SH フィギュアーツシネトイ魂アベンジャーズエンドゲーム枠の中からすでに受注が始まっているスカーレットウィッチアベンジャーズエンドゲームバージョンに嬉しい情報がありましたので、今回はこちらをお伝えします。はい、この画面見ていただいて分かる通り、以前から何か追加したエフェクトなどがつかないのかというところが疑問だったのですが、このシンクのエフェクトパーツがつくようです。こちらのエフェクトパーツは以前から発売されているバーニングエフェクト、はい、こちら僕が持っているね、この赤のバーニングエフェクト、これと同じ型のようですね。スカーレットウィッチのあのシンクのエネルギーエフェクトとして追加されるようです。こちらのシーンもこのように家にあるレッドのバーニングエフェクトで再現してみました。ちょっとねポーズ違いますけれども、この付属されてるのも同じみたいですね。他の写真は同じです。この手のひらにつけるエフェクトもしっかりついてきて、目が赤くなるこちらのフェイスパーツがついた上で、本体交換用フェイスパーツ2種、交換用手首左右各3種、交換用紙パーツ、そして追加のバーニングエフェクトパーツ一式がついて、こちら税込み8800円となるようですね。まあ、ぶっちゃけエフェクトパーツ、これは新規造形でないっちゃないみたいですけれども、まあね、このバーニングエフェクトも単品で買うとそれなりに値段がしますからね。この一式、そしてスカーレットウィッチのあのシンクの赤い色合いというのはやはり貴重なものではあるので、僕もね正直今回目が赤くなるだけだったらどうしようかなとスルーも考えていたんですけれども、このエフェクトパーツがつくということで購入に踏み切ろうかと思います。欲を言えば交換用のフェイスパーツは横目じゃなくて違うのを入れてほしい。しかしこのバーニングエフェクトを手にかけるだけで劇中の再現がさらにはかどるってことが勉強になりました。ありがとう。さあ皆さんは今回のスカーレットウィッチアベンジャーズエンドゲームバージョンは購入されますか、それともスルーですか。受注受付は間もなく8月23日で終了になります。ご興味持たれた方はぜひ。いやー、僕はねバーニングエフェクトついて本体ついてでしょう、で目が赤くなってて、多分買うな。はい、ということで今回はこれでおしまい。この動画が楽しかった、役に立ったと思われた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そしてコメント何でも構いません。お、バーニングエフェクトつくのかよ、え、新規のエフェクトじゃないのかよ、じゃスルーだな、何でも構いませんのでよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。